各校市は中華人民共和国国立交省に位置する地球市。炭鉱を産業の中心にした都市である。祝人口は59万人。各校一帯は、州大は祝神、寒議大はユーロの居住地であり、東大は牧界により国水と特府が設置され、両大は女神五国部に、近代は小里改め寺、現代は水立立寺、秋夜は八次人寺。 新書は国立交渉軍所属のフランフクトの管轄地とされた。1906年に湯原県が設置されると、各構築は湯原県の管轄に置かれた。1908年に鶴岡県設置の上層が行われたが、この際には人口が希薄であるとして却下されている。しかし1914年に石炭が発見されると、急激に人口が増加。 1918年には、鶴立、岡住民の沈末年により強化すす高校市が設立され、本格的な石炭採掘が開始され、1926年には、炭鉱から連江口までの鉄道が開通すると都市化が進み、鉱山鎮と称されるようになった。1929年3月、中華民国は、京山形を設置された。 満州国が建国されると1934年に共産鎮は湯原県鉱山保に、さらに1938年には共産外に解消され、1944年1月になると核郊外に改変された。戦後共産鎮とされたが、1945年12月20日に、合わせ交渉政府は共産鎮に一旦姿勢を施行。 1949年11月24日に格好詩に解消された、六四かつく二県を管轄する、共産市松江省格好詩国流行省格好詩。ありがとうございます。